おはようございます。おはよう。おはよう。すげえよく寝たわ。なんか12時間ぐらい寝てた。めちゃめちゃよく寝てたよ。爆睡。一日何時間睡眠平均？米消し。れ？どこ行った？あれ？あれ消えた。あれ？画面がね、どこ行ったんだ？バグった。あれ、ツイキャスの画面どこ行った？変なとこ行っちゃった。どうしよう。よくわかんねえな。よく寝たよ。疲れてたんだね、多分ね。帰って5時ぐらいに、12時間ぐらい、もうびっくりした。4時って表記されてて、と思って、なんで俺こんな時間前寝てんだって。よく寝た。ぐっすり寝たね。生まれ変わった気分だよ。疲れ溜まってたんだろうね。ね。お酒飲んだら大体ショートスリーパーになるんだけど、酒、深酒入れてこんなにぐっすり寝たの、本当に久しぶりかな。脳みそが疲れてたんだろうね。
ああ、イチロー引退か。平成が終わるね。イチロー引退か。いや、新しい時代は待ってたからね。俺は平成嫌いだったから、こっから平成が良かったってなるのか。俺は昭和が好きだったからさ、なんかこう突き抜けたらいいな、新しい時代が。平成が終わるね。まあ平和になると書いて平成だもんね。それは実現されたんじゃないかな。でも楽しかったな。金杯さんとよっさんと飲んでて、すげえ楽しかったよ。超楽しかった。狂ってるね、あの二人は。狂人だよ、狂人。よく毎日毎日あんな酒飲むよな。
お疲れ様です。ルーさんいらっしゃい。といえば、つーさん、おはよう。おはよう。見たけど、レベルが高すぎて参考にならねえ。 あれができるんだったら勝てるよ。 見たよ。あ、アッパーえぐかった。あれ天才だって。あれができるんだったら勝てるよ。 なんか思ったけど、そのやっぱインパクトだけ覚えたらいいかなと思って。なんか基礎だけど、このなんつうの、力脱力してグンってこうグンっていう、なんつうんだろう、言葉にできないんだけど、ボクサーが持ってるパンチさえ打てたら、まああとは、バツーさんの言う通りサイドステップ、もうずっとイメージしてるね。街中とかでも酔っ払ってサイドステップ切ってたよ。あれだよ、やっぱ、バツーさんの言う通り、サイドステップとパンチのインパクトで回転上げられたら勝てるよ。2つ、3つ、4つって覚えらんない。時間がない。だからもう基礎の基礎だよね。ステップワークだよね。多分それ対応できないはずだから、向こうも。実際なんでかっていうと、直樹兄さんにそれやられた時、俺が真横取られてカウンター取られたんだよね、前回。ステップワークやってなかったから、真横からフック思いっきりもらったからすっ飛んだわけじゃん、俺が。だ、体幹があるんだよね。直線的なのダメだっていう。おはよう、ニンニ。
体に染み込ませるしかない。いい意味でなんか頭空っぽになったな。おはよう、リコタン。いい意味で頭空っぽにできたかな。なんか直感的にあんまイベントとか人混みんところ行かないんだけど、あ、みどりさんのは行きてえなと思って、当日券出てねえけど行くかっつって行ってよかった。楽しかった。頭おかしい、気違いだよ。頭おかしい、気違いだよ。昔からいるじゃん、ここに。なんで？頭おかしい、気違いだよ、あれは。いつも嵐コメント書いてんじゃん。ふーんだで。小手半、小手半、
何？コテハンは3を毎回全員同じことにつけた方がいいのかな？人によるんじゃないの？俺も3つける人と3つけない人いるけどな。どうなんだろう？あんまりね、俺は仲のいい人ほど3つけなくて、3つける人は外部の人っていう感じで使い分けてるかな。俺の場合はね。だから仲良くない人ほど3つけるかな、俺は。仲いい人は3つけないっていうのが、まあ、自分の法則かな。なんか親密になった人ほど3つけないね。だ3ってつけてる人は、なんか遠慮してる人っていうか、あんまり仲良くない人には3つけるかな、俺は。人によるんじゃないの？俺はそうやってるかな。本音を話せない人は3だね。あ、便所さんお疲れっす。え、珍しい。おはよう、便所さん。あと映画ね、よっさんと金林さん出てくれるって。よっさんと金林さん決定しました。ちょっと後で配役考えようと思うけど。出てくれるって。これは結構めでたいよね。
おはよう、スーパークリックさん、おはよう。いいね、ありがとう。
イトラさん、おはようございます。アボアボさん、おはようございます。なんでこうピョンってなんだろう。はいはい。
おはよう。へえ、あったかくなるんだ。いいじゃん。寒いより全然いいよ。
マリルボーン、おはよう。おはよう。
今起きたところ。あ、お茶爆5畳ありがとう。ごめんね、気づかなかった。お茶爆5畳ありがとう。今からね、今起きたところだね。すげえ寝たよ。12時間ぐらい寝た。起きたばっかりだね。
おはようございます。今日ってあれか、休みなのか。休日なんだよね、今日。ん？今日は違うか。今日違うか。今日平日か。それ昨日か、寝ちゃってたのか。じゃあ今日は平日か。
何の映画？何の映画？なんて言えばいいんだろう。なんかよく何の映画撮るのとか 聞かれるんだけど、答え方がわかんない。なんかジャンルは何ですかとかもよくわかんないっすね。何なんだろう。なんて言えばいいんですかね。説明が難しいな。なんて説明したらいいかわかんないっすね。何の映画撮んだろう。何の映画撮るっていう意味がわかんないな。企画書はないですね。そうはないですね。ずんどや美味しいよ。何だろう、こってりだね。甘いこってりした感じだから、何だろう、あれが近いの、一蘭とかが近いのかな。まあ美味しいよ、ずんどや。こってりだからすげえ脂っこいから、あれは糖尿になると思うけど、あれは死ぬね。毎日食ってたら死ぬ。あと24時間やってるっていうのがでかいよね、歌舞伎で。歌舞伎のど真ん中で。やすい。
これ600円なの？600円もらったわ。花火600円なんだ、ロケット花火。割がいいんだね。あ、コンティニューコイン余ってる人いたらコンティニューコインお願いします。ありがとう。
いや、落ちたよ、俺。予選落ちた。ダメだったね。出たかったけどね。ダメだった。俺予選落ち、23位だから出られないの、もう予選で落ちちゃった。出たかったな。出たかったね。現場踏みたかったね。羨ましいな。受かった人いいね。おはよう。悔しいね。おはようございます。おはよう。はい、おはよう。
いいね、ありがとう。あ、いいよいいよ、気にしないで。金あるときでいいよ。大丈夫。助けてくれる人いっぱいいるよ。パフェココありがとう。ありがとう。パフェありがとう。サンキュー。ありがとうね、金魚姫。サンキューです。今日はなんかみんなおとなしいね。全然コメント書かないね。ハートありがとう。アイテムありがとう。お弁当作ってたんだ。今日は何弁当？いいね、お母さんやってるね。生姜焼きだ。
高校生なんだ。結構でかいんだね。小学生ぐらいだと思ってたわ。そんな大きいんだ、子供。もっと小さい子供だと思ってたわ。高校生か。大きいんだね。3人もいいんだ。子だくさんだね。
ロードワークやってるときは配信回してるよ。あれ？米ビュー止まってる？気づいてなかった。米ビューついてる？まあ、いっか。ついてるか。ソサありがとう。お茶爆100ありがとう。ソサおはよう。おはよう。最近来ないね。忙しい。最近来ないね。どう調子は？いい感じ？
猫の目ありがとう。コンティニューコインよろしくね。ありがとう。調子悪いんだかいいかようわからん。身の回りいろいろあって、とにかくなんか時間が足んない。あ、忙しいんだね。コンティニーコインありがとう。
これうまいな。これね、ブラックサンダーの抹茶小豆、おいしい。抹茶小豆だね、おいしいよ。なんか限定で出たのかな。
3に入った。ああ。ブラックサンダー期間に入った。おはよう。てんてんさんおはよう。いや苦しいよ。あ取れた。気管にチョコレート挟まるっていう。おっさんだな。ああ。野田許せねえよ。見てた？見てたっつうかあれ配信外だけど。許せねえよ野田。金梅さんも結構マジでキレてたからね。なんか俺はチケット手に入って、よっさんはゲストじゃん。で金梅さんチケット持ってなかったけど、なんかまあみんなと話し合って野田とか。あのミズニャンとかの話あったけど、いや金梅さん顔パスでしょみたいになって、金梅さんマジでみたいになって、いや金梅さんは顔パスでしょみたいな、金梅さん行かなくて誰が行くんだよみたいになって、で俺とヨッサンと金梅さんがまだオープン前の段階だ、リハーサルの段階で乗り込んだのなんか。でそんで打ち合わせしてたのね、配信野田通り野田通りで、俺がみどりさんとゴロリ主催なんだけど、ゴロリっつっても多分今のリスナーわかんないと思うんだけど、でゴロリとみどりさんが打ち合わせてたの、あのロフトプラスワンで。でその時になんかパーって3人で入ってったら、なんか誰お前みたいな顔されたの、ゴロリさんに。で帰れよみたいな。普通に大人なんか普通な感じでも帰れって言われて、普通にただ怒られて、でヨッサンが噛みついてくれたのそこで、いやじゃあ俺帰るわみたいな、いやヨッサン演者でしょみたいな、でワドお前なんでいんのみたいな、ゴロリさんから、で俺チケット持ってるんでつった、ああそうみたいな、ありがとねみたいな、で金梅さんにお前なんでいんのみたいな、帰れよみたいな。でヨッサンがブチ切れてゴロリさんに、はあみたいな、そりゃねえだろみたいな、なんかじゃあ俺の座る席あるだろうって、それよす、あの金梅さんに譲ってやれよって言ったら、ダメだよそんなのって言って、そしたら野田が奥に座ってて、打ち合わせ中に野田が奥に座ってて、みどりさんの演者側のところに、そしたら和道のチケットを金梅さんに渡せばいいんだよとか言って、でまあみどりさんがまあまあまあみたいな、せっかく来てくれたんだからいいじゃんみたいに言ったら、ゴロリさんがダメですよみたいな、切れてんのなんか。忙しいから帰ってみたいな。で、あ、ふざけんなよ、ゴロリ。じゃあ出ねえよみたいな。いやいやいや、まあ、みどりさんが、まあまあまあ、みたいな。なんだ、その態度よみたいなので、もう5分、10分ぐらい揉めてて。で、野田がずっと、和道なんてお前いらねえんだから、和道のチケット、金梅さんに渡せば、問題なんかねえんだよとか言って、ずっとなんか野田に煽られてて。はぁと思って。いや、よっさんかっこよかったよ。よっさんめちゃめちゃかっこよかったよ。許しねえ、あいつ。で、じゃあもう、金梅さん入れねえんなら帰るわ、つって、みんなで外へ飲んでた。でも、許せねえよが発動して、で、俺が結局チケット持ってたから、リスナーさんに売ってもらったから、これ使って入ってくださいよ、つって。俺が言ったら盛り上がんないんで、これさえあれば、金梅さん顔パスで入る、顔パスっつうか、普通に入れるわけだから、これ使ってくださいって言って。で、よっさんが2000円俺に渡して、じゃあ、いいよ、みたいな。ありがとね、和道くん、みたいな。でも、金梅さんももうなんか、あんな風に言われたら入れ、なんか、盛り上げる気にもなんねえわ、って。あ、そりゃそうじゃん。なんみたいになって。あんな言われ方したら、行く気になんねえわ、みたいな。じゃあ、飲みましょう、つって飲んで。
で、ベロンベロンになった頃に、やっぱ許せねえよで、乱入したって感じだよ。それが昨日の流れなの。で、ゴロリが後ろで、もう警察呼んで、警察呼んでって言ってるから、いや、ここで逮捕されるわけにいかねえなと思って、よっさん帰りましょうっつって、アウェイです。ここはアウェイです。捕まります。いや、ゴロリ、ほんとね、堅物。いや、わかるよ。ゴロリ主催のイベントだし。だけどさ、そこはさ、リスナーが求めてるもの何なのかぐらいわかってるわけじゃん、あいつ。ゴロリは100%わかってて、なんかあるの、ゴロリ、そういうところ。わかってるくせに、わざとやるみたいな。なんか子供なんだよね。大人ぶった子供なんだよ、あいつ。なんで上からなんだろう、あんなに。そういうとこあるよな、昔からゴロリは。仕切り屋ゴロリ。立場はわかるよ。立場わかるわかる。でもさ、そこでさ、もう本当に5分、10分でいいわけじゃん。てか5分でいいんだよ。皆さん、金梅さんね、別にそんな邪険に扱う必要なんかないわけじゃん。リスナーだって見たいわけだから、暗黒のリスナーだって帰れよって空気じゃないと思うの、どう考えても。俺だったらなるよ。俺はだから客で行こうと思ってたから、でも別に金梅さんが出たら盛り上がるわけじゃん、そこで。5分のワンコーナー、ミニコーナーでもさ。リスナーが求めてることやれよな。別にだってチケット買ってる人からしても帰れって空気にならないじゃん。おお、金梅さんだってなるじゃん。普通にチケット買った人からすると得なわけだからさ。何をそんなカリカリしてんだよ、みたいな。そう、長居させなくていいし、金梅さんもよっさんもそのつもりなんだから、はなからむしろみどりさん祝いたいっていう気持ちなわけじゃん。全員がみどりさんの10周年祝いたいわけじゃん。なんでそれをあんな言い方するんだろうっていうさ。 みんなみどりさんのために動いてんのに、ゴロリ一人のなんか個人的な感情でそこなんかその気持ちぶっ壊すのは違くねえかって思わない？なんか市場を挟みすぎだよね、あいつ。 イベントが盛り上がった方がお客さん喜ぶんだからね。いや、ゴロリ死ねだよ、本当に。ゴロリの悪いところ全部出たよね。ゴロリの悪いところ全部出た。本当、ゴロリ死ねのゆえんだよ、本当に。またあいつかよって、またあいつの仕切りかよ、みたいな。編集用の PC に50万もいらないっすよ。え、どんな編集してるんですか？ いりますよ。いります、いります。逆にどんな編集されてるんですか？カット編集とかだったらいらないっすけど。逆になんで映画の構成を知らないのに 50万のパソコンいらないって言えるのかがわかんないっすけど。いらないっすか？ゆいおはよう。 普通に 4K 動かないんですけど、いりますよ。どんな編集されてるんですか？ゴロリ悪いところでしたな。
本当にコインありがとう。ああ、そうそうそう。要は、もともと昔からの裏方な、デブ。そうそうそう、デブ。ビール売ってたやつ。だから、のりゆきさんと暗黒と便所太郎さん好きで、要は、大手配信者の裏方ずっとやってる人。で、配信者もやってて、昔。そんな中堅どころ、俺みたいな、好きな人が集まるみたいな枠だったんだけど、そう。で、ゴロリ仕切りだったの。そう、暗黒10周年のイベントが。ロフトプラスワンでやったんだけど。裏方のくせにしゃしゃんじゃねえよっていう。で、ゴロリはアンチ多いの。昔から俺いじめられてんだよ、ゴロリに。なんだろう。LINE 起動するわ。なんでつかないんだ。ちょっと待ってね。あれ ?LINE どこだ?誰だろう。愛子ちゃんだ。あれ?電話かかんねえな。れ?電話かかんねえな。あれ?落ちた。LINE。なんだ。また不具合か。LINE が落ちた。ちょっと待ってね。なんか愛子ちゃんから電話かかってきた。もしもし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 。愛子ちゃん。もしもし。もしも。おはようございます。ちょっと聞こえないんで切り。なんだ。何だったんだろう。よく分かんなかった。ああ、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 テイステイス、あ、あ、テイステイス。
愛子ちゃんの声聞こえてた？みんな。何だったんだろう。聞こえてる？何だったんだろうね。聞こえてた？何だったんだろう。よくわかんないね。こえないんで切りますって言ってたよね。何だったんだろう。要件がわかんないな。もう一回かけてみっか。このピロピロ音聞こえる？ ピロリピロリピロリピポピンみたいなの聞こえる？的なやつは。なんだろうね。向こうがプツプツしてた感じだよね、多分ね。回線的にね。呼び出し音聞こえる？じゃあ通話できるはずなんだけどな。何なんだろうね。もう回線が弱かったのかな。お茶バカありがとう。そうそう、お茶バカありがとう。サンキュー。ありがとう。サンキュー。コール音聞こえてるんだ。何なんだろう。暇だったのかな。暇そうだもんね。あ、でも力也さん、舞台裏でいきなりなんか帽子かぶった、深めに帽子かぶったなんかロン毛の人に「お久しぶりです、お元気ですか」って言われて、うわ、なんかリスナーに声かけられたわ、握手求められたわっつって、「あ、お久しぶりです」っつって 誰だか分かってないんだけど、ああ、お世話になりました、お元気そうでーっつって、ああ、みずにゃんさんって言ってる時に、俺、あ、力也さんだと思って、あ、力也さんだと思って気づいて、うわ、力也さん、超懐かしかった。力也さんと喋ったよ。ふわりカフェで、バーでお世話になってっつって、いや、お世話になったのこっちですよっつって、力也さん元気そうだって、なんでロン毛なんだろう、超面白かった。ロン毛になってたよ、力也さん。でも俺がびっくりしたのが、俺6年半配信やってるじゃん。で、暗黒10周年ってことは、俺が配信始めた時も超大手だったわけよ。あれって3年半だったんだって、暗黒の歴史が。それにびっくりした。3年半であのポジション気づいてたんだ、すげえなって。3年半でなかなかあそこまでいかないよ
や、配信会のこうパワーバランスは目まぐるしいなと思って、なんかもういろんな人いなくなってるからね。いろんな人が出ていろんな人が消えて、誰が売れるかも分かんないし。ぶっ飛んだ大手になる人は光ってるね。中堅どころもわかる。もう、あ、こいつ売れるなっていうのは空気がね、違うんだよね。あれ何なんだろう。オーラというか、売れないやつはもうもともと持ってないの。これね、芸能人にも多分あるんだよ。なんかね、売れるやつと売れないやつのオーラの差みたいなのも、もうすぐわかるね。配信者で。なんか持ってないオーラみたいなの持ってんの。ただここ最近風潮が変わってきたのは、配信者として持ってないオーラは出てるんだけど、お金は稼げるやつはいっぱいいるんだよね。だからそこは変わったかなって思うね。ハートありがとう。そう、大手になる人はやっぱ最初からうまいっていうか、そう、片鱗みたいなものは見えてるよね。あ、この人半年以内に来るだろうなみたいな。なんか後から覚醒するみたいなパターン見たことないね。売れないやつも理由はわかるし。そう、人間力っていうか、人間的な魅力っていうか。そう。あとね、意外とこれ言われてないんだけど、ビジュアルイメージってすっごい大事なの。で、暗黒の強さはやっぱそこだよね。あのマスク、あれを徹底してやったっていう強さがあると思うよ。ビジュアルイメージはほんと大事。あのハニー大木が可愛がられるのと、俺ビジュアルイメージでかいと思うもん。だからね、売れてる配信者って顔がでかいんだよね。あと背がでかいんだよね。か、極端に背が低いとか。なんかね、その画面映えするみたいなもんあるよ。俺はそれが弱いね。圧倒的にその画面映えしない。絵として面白いかどうかっていうのは、見ててビジュアルでね、面白いかどうかって結構大事なんだよね。より目、もう圧倒的なより目かって言われたらそうでもないじゃん。ちょっと寄ってるねじゃん。もっと寄ってたら違ったんだろうなみたいな。でも弱いと思うよ。そこまでいじれるほど寄り目じゃないじゃん。そう、圧倒的寄り目だったらもっと受けたと思うけどね。そうなんだよ。俺顔小さいんだよ。意外とびっくりされるのが、モデル体型、顔だけね、顔の小ささだけ異常に小さいんだよ俺。だから写真撮るとわかるんだけど、意外とね、体重を落としたらモデル体型になるぐらいのね、身長170しかないんだけど、顔めちゃめちゃ小さいの俺。そう、タバコで比べるとわかるけど、タバコ2箱分なんだよ。ら。すげえ小顔なの俺。こう、タバコと比べるとわかるでしょ。手のひらで収まらないか。でも相当小顔だよ。タバコ再開した。
みどりさんでも優しかったな。帰り際、おお、和道って、和道かって言ってくれて、俺、もう、会場が閉まった瞬間に、外歩いて、一番最初に外出たの。なんか、お茶濁したくないと思って。そしたら、みどりさんが、おい、和道っつって追っかけてきてくれて、ありがとうなーって。そういうとこあるよね。優しいんだよね、みどりさん。ありがとうなーって。で、あ、すいません、なんか、ごちゃごちゃしちゃってって言ったら、いや、いいんだよって、分かってるからっつって、ありがとうなーって、盛り上げてくれてなーって。昔からそうなんだよね。みどりさん優しい。すげえ不器用だけどね。さすが議員。いや、昔から優しいよ、みどりさん。だから人が集まってくんだよ。みどりさん昔から優しいよ。有名だよ、結構。みどりさんが優しいって。あ、女の子にモテるんだよね。俺、あと、地味に嬉しかったのは、ニコイズムさんと会ったの。ニコイズムさん、ネットでもしょ、なんだろう、始めた頃から結構、お互いコメント書いたり、俺、絵描いてもらったりしたから、ニコイズムさんに。ニコイズムさんの放送とかもよく、たまに見るし、未だに。そしたら、なんか、あ、和道くん、あれ、ニコイズムだよ、つって。え？みたいな。ニコイズムさんいんの？と思って。そういう、なんか、ラミアさんとも初めて会ったし、ニコイズムさんと。お母たんの彼氏、あ、お母たんが分かんないけど、俺、ニコイズムさんって、絵、イラストめちゃめちゃうまい人、絵師の人、もうずーっと昔からいる。ニコイズムさんって言って、イラスト描きまくって、ワンワンのサムネとか、なんか絵師がいるじゃん。あれ、ワンワンも多分、ワンワンのステッカーとかもニコイズムさんだと思うけど。あ、そうそうそう、え、アスカたんの彼氏？ニコイズムさん、絵めちゃめちゃうまい人だけど、もう絵師だね。それで飯食ってる人なんだけど、生主もやってて、ニコイズムさん会えたのちょっと感動したかな。あとラミアさんに「和道さんですよね」って言って、「あ、そうですよ、はじめまして」っつって。ラミアさん、あと、なんだっけ、フワッチやってる、ニコ生からやってる、なんだっけ、なんだっけ、エビピラフちゃんか、ことかと仲いい、エビピラフちゃんも見たね。エビピラフちゃんとは話さなかったけど、絡みないから、会釈だけして、なんか、まあまあ、そうそうたる面々がいたね、昔の。浅野ひかり先生も出てたけど、見なかったな。見てみたかったね、生でね。ただ野田にはムカついたけどな、本当に。俳優っすか。俳優は、この人好きっすね。なんて言ったっけ。この、ジョーカーやった人なんだっけ。死んじゃったけど、これは本当にすげえと思った。バットマンのジョーカーやった時。なんだっけ、この人。あと、日本人だと山崎努とか。あ、もうほぼ男。客はもうほぼほぼ男。暗黒は昔からそう。女の人がいたとしても配信者ばっかりだね。ほぼほ、95%男だよ。ヒースレジャーだ。そう。あれは、ヒースレジャーは神がかってると思ったね。うん。あれかっこいいっすね。キチガイのサイコパス役とか好きなんだよ。野田覚えてるよ。捨て台詞吐くでしょ、そりゃ。なんか自分が俳優やるとしても、そういう精神異常系のなんか俳優とかやってみたいよね。絶対うまくできると思う。
まあでもすげえ楽しかったな、なんか。ああいうイベントごととか大嫌いだけど、絶対行かないけど、10周年はさすがに行きてえわと思って。みどりさん生で見たいと思った。まあなんか、ツイッターで会場盛り上がってたみたいなこと書かれてるけど、お通夜だったけどね。笑い一切起こってなかったけどね。うん。だからなんだっけ なんだっけテクサ。テクサのツイートは正しいんだけどな、本当はね。うん。ピクリとも笑ってなかったよ。いや、ピクリとも笑ってなかったよ。3部なんかドンズベリだったよ。いや、だから、暗黒脳だからみんな笑ったりしないのよ。コメントで笑とか脳内変換だから、あいつらコメント取り上げたらもうずっとオタクだからこんな感じなの。会場笑いなんか起こってなかったよ。まあ面白かったんだろうけど、そのドカーンみたいなの一切ないよ。ダダ滑りだよ、あれ。普通の客が見たら。正直滑ってた。そう、顔にも出さないし声にも出さないからオタクだから。いや、俺は笑ってたの。俺は普通に声出して笑ってたんだけど、全然笑わないの。声出さないの。無表情でも。なんかコメントがあったら「笑」って書くんだろうけど、俺とミズニアンだけだったよ、端の方で笑ってんの。普通に面白かったけどね。普通に面白かったけど笑わないんだよ、あの客。だから一般人が見たら滑ってるっていう評価になると思うよ、あれは。お笑い的な会場だったら。内容は面白かった。ただまあ暗黒脳だなって感じがしたね。現場に行ったらわかる。毎回だからね、あれ独特な。脳内で笑うん。暗黒の人たちってコメントでは凶暴なんだけど、基本的にオタクだから、すごいいい人たちなんだよね、リアルで会うと。コメントは凶暴ですげえきついこと書くけどね、全然温厚な、物静かな感じの人ばっかりだよ。昔からそう。ファンチなんだよね。
年齢層あと高かったな。韓国、やっぱ40代、50代ばっかりで埋め尽くされてたんで。あそこまでファン層偏ってるの、まあ珍しいな。キッズなんかいなかったもん。俺が異常に若いぐらいだったもんね、会場で。みんな4、50代のおっさんだよね。まあ、おっさんじゃないとあの放送楽しめないよな。なんかこう、ひも手のおっさん。3人のトークってトークしてないよ。乗り込んで怒られて帰ってったんだよ。ゴロリにくっそ怒られたんだよ。本気で今夜ありがとう。普通に怒られたかな。いい年こいて。帰れってなかなか言われないでしょ。本気の帰れ言われたよ。帰れよ。何しに来たんだよ。帰れ。空気悪かったわ。まあでもやっぱさすが金梅さんだよな。その空気で普通に乗り込むかんで、ね。その空気で荒らしに行けるハートの強さ、ね。うん。なんだよっつって。いや、想像通りだよ。あの、むすっとした顔で、なんか、忙しい演出をして、スーツ着てて。前田明だよね、なんか、どっからどう見ても。なんだよ。何しに来たんだよ。帰れよ。みたいな。忙しいんだよ。打ち合わせしてんだよ。帰れ。みたいな。腹立つわ。やってる感がムカつくよね、なんか。おい、つなちゃんありがとう。いいね、ありがとう。なんだあれ。あれ、ゴロリと金梅さんって仲悪いんだっけ？よっさんとゴロリさんが仲悪いのを知ってんだけど、金梅さんとゴロリって仲悪いんだっけ？どうだったっけ？なんかあったっけ？金梅さんとゴロリさん。因縁とかないけど関わり、まあ相性悪そうだよね。それはニコニコ生放送だよ。暗黒っていう、もう、なんだろう、大御所？ニコニコトップの人が10周年のイベントだったの、トークライブで。だから、まあ、フワッチはあんまり盛り上がんなかったけど、何？みどりさん誰状態？久保田学ってわかんない。議員さんになった人。あの人の放送10周年のトークイベントがあったの。それで一悶着あったって話だね。で、俺が配信外で遊びに行ってたの。で、チケットが手に入んなくて、キャスバーで飲んでたの。チケット当日出なくて。で、そしたらよっさんが絡んでくれて、金梅さんとよっさんと飲んでて。で、そしたらリスナーさんがチケット多めに持ってるって言って、ワド君に売ってあげるよって言ってくれて、俺はチケット手に入ったのよ。ああ、まあ、いや、それだよ。結局。いや、いや、そういうことよ。要は懐かしいねだよ。まんま、それ。でもまあ、ファンからすると面白いんじゃないの？わかんないけど。
まあだからまあおめでとうの会だよね。祝い事の会で、うちわの。3部は放送されてなかったんでしょう。3部は2部まででしょ。まあ2部までっつっても1部2部見てねえかんな俺。金橋さんとみどりさんと酒飲んでたから、仲マスターの店で内容知らないんだよね。3部は解散して最後の30分だけ見に行ったんだけど、のりゆきさんが司会やってたかな、その時は。のりゆきさん司会させたらピカイチだよな。うまいよね、やっぱ。場数もこなしてるし。あの人多分リアルな芸人とかでもうまくいっただろうね。配信じゃなくてもうまくいったパターンだと思うわ。コインありがとう。あ、そうそうそう、ニュースなんだけど。ニュースなんだけど、よっさんと金梅さん映画出てくれるってよ。しょうがねえなーっつって、出るよって。これビッグニュースじゃない？ 俺の映画金梅さんとよっさん出てくれるって。もう役とかはもう任せるって言って、超嬉しいよね、出てくれるって。脚本楽しくなりそうだよね。キャラクター強えからな。いや、でも出てくれると思うよ、多分。多分ね。なんか勘だけど。ネタっぽい感じじゃなかったから。いやいや、多分出てくれると思うよ。大丈夫大丈夫。嫌よ、契約書なんか。契約書交わしたとしても破るもん。もう分かってるよ。大手にその書面なんて通用しないから。まあ結構金梅さんとよっさんは取りたいよね。そうそうそう、交わしたところで全く効力は発生しないから、常識が通用しないから、配信者には。そこは面白いんじゃん。
7月の頭にオーディションやる感じで話がまとまったから、結構忙しくなるよ、捨て頃の後は。映画、暗黒のハロウィンイベントに紙袋に足突っ込んだ、死に気に来たゴロリはクソ。あ、まあ、わかん、そういうところあるよね。あいつさ、なんていうの、きれいごと言うのはいいんだけど、なんか、不倫とかを徹底的に叩いて、みどりさんの。で、あんだけ叩いてたくせに自分が不倫してたりとかしたじゃん。そういうとこだよね。別に綺麗事言うのは構わないけど、五択並べるのは構わないけど、お前じゃあできてんのかよっつったら何もできてねえかんな。しかも逃げたかんね。言ってることとやってること全然違えかんな。だから嫌われんだよ、あいつ。なんかもう、金魚の糞タイプじゃん。自分が典型的に実力なくて、実力ある人になんか取り巻きで金魚の糞についてさ、なんかしかもそれでマウント取ってくるタイプだから、偉そうに言う資格なんかないよ。写真は撮ってるんだけど公表できない写真が多いかな。なんていうのかな、公表できる写真と公表できない写真が出てきちゃってて、ちょっと俺も悩んでる。最後にだから公表できるやつはドクター M さんだけだね。やってるよ。映像もやってるし。だいぶ上手くなったよ。ただまあやりたい表現は完璧にできてるかっつったらまだかな。まあ綺麗に撮れてるねっていう感じだ。いや、普通にツイッターに写真上げてるよ。そうそうも何も。ツイッターに上げてる上げてる。ミサオさん。今見せるよ。公表できるやつはこれかな。こういうの。こういうのとか、そう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 、こういうのとかね、こういうのとか、まあでもね、60歳に見えないよね。いろいろ配信者撮りたいかな。配信者の女の子撮りたいね。男でもいいんだけど。すごいよね。熟女だかんね。M さんってだってそれが売りでしょ。60歳だけど綺麗っていうのが売りでしょ。もともと。48なの？俺60って言われたけど。48なの？あ、のりことタメか。じゃあ、のんちゃんとタメか。まあ60、48でもすげえけどな。いや、俺60って聞いてたけど、違うの？ 48 なの？
おはようみーすけ。まあ、でも美魔女タレント全然通用すると思うよ。今現時点の年齢が48だとしたら全然綺麗な人だよ。ありがとう、ナイス、ありがとう。どうなんだろうね。タカトペコの部屋掃除しようかな。ちょっと携帯配信に切り替えるわ。ツイキャスの。一旦落ちまーす。Time.